本日のゲストはなんとすごいですよ。はい、日本のグループサウンズの礎を作られた、はい、ザ・カーナビーズのリーダーの越川博さんが来られますよ。好きさ好きさ好きさ。そのリーダーの今日は越川さんが来られて、はい、ドラムスのあの高野さんですか。はい、高野さん。はい、高野さんとすごい仲のいい話もしていただきます。なんか当時はね、もうファンの方の熱狂的な方のことをグルーピーって言ってましたよね。グルーピーケースっていうのは持って学校行ってましたね。はい、聞いたことあります。ありますね、硬、はい、いやつね。あ、言ったね。ちゃんとそこ置いてたよね。あれそれから来たのかな、よくわからないけど。グルーピーのファンの方たちが失神したとか、はい、そういう話も聞けるということを、ほら新幹線止めたとかそうネットで出てるでしょ、はい、そこら辺の真実も知りたいんですよ、本当、うん、と思って。ビートルズさんがもう世界で大流行した後に日本のね若者が特にグループサンズを作った時の熱狂的なねエネルギーってもうすごいんですよ。はい、その第8次のね話で、まして英雄星チャンネルはね、まあ歌手の方でしたらミクさんも来られてますけど、はい、男性の歌手でねこういうグループサンズが初めてなんで、解散後もそれぞれのヒーローを生み出してるじゃないですか。はい、沢田研二とか。なるほど、当時のねグループサンズはね、相田黒さんもそうなんですけど、なるほど、そこら辺も聞けたらいいですね。興味がありますね。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。英雄星チャンネルの時間です。若藤です。西です。ナワです。越川です。いいです。サウンズの礎を作られたザ・カーナビーツのリーダーの越川博さんに来ていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。英雄星チャンネルもすごくなってきましたよ。そうですね、ありがたいですよ。こういうね番組出させてもらって、ありがとうございます。若い人にカーナビーツって全然わかんないけど、歌ってやると好きさ好きさって歌ってやると、あ、お母さん歌ってたとか、聞くと嬉しいし、ね、あの皆さんご存知のようにザ・カーナビーツは1967年にデビューされておられますね、はい、ですから本当に昭和の礎の頃なんですけど、今言われたようにグループサウンズたくさんおられた中で歌を聴かれたら絶対に分かるっていうのは「好きさ好きさ好きさ」っていう曲で、デビュー曲で終わりなんですね。そう、デビュー曲、デビュー曲が120万枚の大ヒットですよ。あの歌知らない人もう地球にいないですよね。いや、レコーディング自体がもうやったことなくて、うん、音だけ最初通るんですよ。なるほど。で音だけ取って、そっから音を取ったところへ後から歌をかぶせる。で最初は英語でやってたんですよ。これで日本語の歌詞をつけてやったのが売れたんですよ。もともと好きさ好きさ好きさはイギリスバンドのゾンビーズの I Love You という曲を編曲されてる。で、それはもうあのゾンビーズグループ自体がもう解散してなかったんだけど、うちの相田郎がもうレコード聴いて覚えてて、 I Love You っていうので、うん、好きさ好きさ好きさってよくつけましたよね。それが草野さんですごいですよ。それは三草野健二さん、天才ですよ。だから中尾美恵ちゃんの歌とか全部詞つけてるの佐々木健一さんだから、そういう人に巡り合ったのも売れたきっかけだよね。要するに I Love You が原曲なら本当だったら愛してるとか、ね、そういう詞に、あの曲になりますもんね。それを好きさ好きさって、そっちも3回繰り返す。そうそうそう、ムカつくムカつくムカつく共通点ありますよね。あ、失礼しました。楽器積んでそのバスで移動して仕事やってた。なんか聞いたことある曲流れてんねっていう話して、あ、これ何、俺たちの曲じゃねえかって言った。これラジオ流れてて、それがずっと1年ぐらいね、ベスト10、1位なんだよ、これが。すごかったよ。当時の、まあ、ファンの方はあのグルーピーという言い方をされて、うん、はい、熱狂的なファンの方がおられまして、決めゼリフの時に女の子が失神したりすごいって聞いたんですけど、実際すごかったです。すごい異常ですよね。そう、あの上のジャズ喫茶出てそこから新宿まで移動するんだけど、2日
通の山手線の電車両は全部ファンのものなんだよ。あの沢田研一の君だけにとお前のすべてこの2つが衝撃で指さされたところがバタバタって倒れるんだって言ってました。超能力超能力みたいな。歩いててもさ30人ぐらい後ろついてる、ね、あの当時人気がパッと出たんだけど週刊誌に住まいから何から全部住所から全部週刊誌に載ってる。昔出るんですよね。そしたらもうファンの子が来てプレゼントの 山でさ、下世話話で申し訳ないんですけどギャラってどのくらいもらってたんですか。いやほとんどもらってなかったんだよ。えほとんど最初だってデビューの僕爆発的に人気あったんだけど俺たち金のこと言わなかったんだよね、うん、だからそして1枚見れたらいくらとかって入ってきたわけじゃないんですか。本当はね俺のメンバー誰ももらってないわけ。だんだん泳げ大変で売れてから売れてからあの週刊誌の取材で、うん、給料いくらもらってるんですかとかそういう話になって、うん、いやもう5万円ですよとかさ言ったんだけどそれ全然お金に無頓着で言わなかったんだよね。普通だったらいいよお金って言うんだけど俺たちそのデビューさせてもらった恩義というかで困らなかったのよお金に。ファンの子がさパッと封筒を起こすのよ。そこに10万入ってるんだよ。10万は今でも聞いてますね。でもありがとう。ファンの方はお金を持ってくるんですか。まあ言うとおひねりみたいなもんですよ。でジャズ記者とか出るじゃない。イケボのドラムとか出るとおばちゃんが封筒投げるんだよ。ポーンと100万入ってるんだよ。ステージでポーンと投げてくれる。100万それ100万入ってて文化的にまあおひねりですよね。ですからそれはもう芝居とか歌舞伎何でもあったわけですから、うん、だって当時睡眠時間も少なかったでしょ。ないのですよね。北海道からすぐ飛行機で北海道終わったら次の日のすぐ九州とか、うん、もう日本全国回ってやれてたからね。モーニングショーとかさ朝の番組あってそこへ飛行機で来てそのまま朝入って寝てないんだよ。全然寝てなくてあくびしてたら眠いからあくびしてたら映ってるよって言われて、え映ってんのって。まあでもまあまあその辺は若いから許されるとこもありますよね。そう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 可愛いと思うだろうし、いやだから1年スターになっちゃったってかさ 今だから言えるけどスターだなんて思ってなかったみんな、うん、でももうちょっと威張ってりゃよかったなデビューした時はタイガースまだ売れてなくて、うん、スパイダースとブルーコメツ、はい、それからワイルドワンズ。ワイルドワンズ、うん、でいきなりテレビの番組でみんな見に来てんだよね、うん、すげえグループが今日テレビ出るって言ってみんな見に、うん、プロのミュージシャンがみんな見に来てて、でその時は初めてテレビ出たんだけどもう蒲田で500円で買ったポロシャツみんなで着て、いるのも何にもねえから。まあでも怖いもんなしっていうかね。今あのおっしゃられたポロシャツの話ですけど、デビューでねものすごく売れた好きさ好きさ好きさのレコードジャケットがポロシャツが500円だというお話ですよね。五色それぞれが違う色聞いてるんですけど、色はどうやって決めたんですか。色はみんな自分の好きな色。まさかもう天下の大スターの方たちのレコードジャケットの衣装が500円とポロシャツという。いや今でそれが知れ渡ったらそのポロシャツ売ってる店大繁盛ですよね。その人気の上昇に事務所と皆さんが追いついていかなかったぐらいにすごく売れたという急激に。ステージが楽しくてしょうがないんですよ。シャーだからね。目標としていたグループとか歌手とかなかったんですか。ああありますよ。あっちの最初のビートルズさんとか、うん、名古屋のジャズ喫茶出てた時三河健一とかさバックやってで今も仲いいんだけどさ、うん、で音楽ってみんなつながってるからちょっと知り合うともうすごい仲間意識っていうか、うんそういうのがやっぱり俺たちバンドマンってみんなそうだと思う。そういうのでだんだんこう大きくなってくる、うん、一番最初テレビに出た時に坂井さんがさ鶴田浩二の肩こうやったら「ねえねえ鶴田さん」ってやったらさすげえ怒られた。うん間違いなく真っ青になってすいませんでした。
まあ、だって芸能界そういう世界なんだ、芸能界。そう、上下がすごいうるさいですよね。そうそうそう。僕が大好きなドラマで NHK の、はい、私が愛したウルトラセブンっていう話があるんですよ、はい、まあ、ウルトラセブン制作秘話をドラマにしたやつなんですけど、うん、それのいきなり冒頭にかかる曲がこれなんですよ。好きさ好きさ好きさ、はい、これスタッフが歌ってて、はい、で一人が決め台詞とかになったら、はい、脚本家がお前のすべてって歌うんですよ、はい、だからすごいなんか聞き慣れた言葉、親近感湧いてる、はい、もっとも好きな分野で、いや、本当この曲はいい曲ですよ、はい、ビートルズの影響大きかったですか。そうですね、ビートルズのやっぱり影響を受けたバンドは結構多いよね。でビートルズの曲をやんないとやっぱりやる曲がなかったってこと。ビートルズコピーコピ ー, あー全部コピー、まあ、ボーカル中心だから、高野とかボーカルが歌を覚えてくれば、俺たちバックやって。新幹線といえば事件があったそうですね。あ、そうですね、もうこれは今だに語り草なんですけども、うん、新幹線停車事件っていうのがありまして、ファンの女の子が大阪とかで公演した後に新幹線乗ってね、東京戻られるんですよね。そうそう、その時その地元のファンが行かないでって言って止めて、もうその背中にみんな追いかぶされて乗るんで今だったら大変だよ、下敷きになったりとかして、 JR 止めたって言ったら保証金がね、すごいですね、はい、ドリフターズの話をちょっと聞いたんですが、今の方はドリフターズはコントのグループだと思ってますけど、はいはい、違うってことですね。バンドですよね。バンド。だから長本浩二さんはギターでしょ。で、長さんはベースだったからさ、いや俺たちより先輩グループで格が上のレベルだよね。あ、うん、だからドリフターズの番組出たんだけどピリピリしてたよ俺たち。どの番組？あなた出番ですっていう日本テレビで、うん、日本テレビ系列やってた番組ですよね。で、一休さんの学校させられてるとかいろいろコスプレですね、今でね、コラガンのホールだよね、結構お客さん前に、そのドリフの番組に出ておられたって言ったら、いかりや長介さんとかいろんなエピソードがあるんですよ、はい、やっぱりいかりやさん怖いね。長さんだけは黙ってるから、黙ってるから、あの顔で黙ってられると怖いんじゃないですか。なるほど。ね。なんで言ったっていうと、ドリフターズさんはビートルズの武道館の前座。あ、そうですね。有名な。そうだね。ということは、そういう音楽の世界でもまあまあかっこいい。いや、そうですよ、うんうん。バンドとしてはやっぱり上のランクだよね。いや、南信介っていたじゃない。はいはい。あの人もすごく仲良くて。南信介さんは、晩年というかずっと後になってからの人気がすごかったですよね。俳優として活躍されたり、あと笑点の司会もやってらっしゃいましたね。本当にすごいマルチタレントですよね。そう、いや当時のね、そういった方の名前どんどん出していただけたら嬉しいんですけど、なんか歌手のすごいグループにもご縁があったという、フォーリブス、フォーリブスさん、元祖アイドル、フォーリブスアイドルで、フォーリブスは名作アニメでも出てた。なるほど。出てたんだけど踊りがだけだったんだよ。あ、そうですか。楽器は歌やんないで、4人だっけ、4人で踊りだけやってて、フォーリーブスの弟分がゴリル。そうですね。そうなの。はい、あの走れ若者っていう映画でね、はい、あのフォーリーブス演の、それに郷ひろみさんがその出てるんですよね。早くですよ、早くで、ジャニーちゃんが選ぶだけあってやっぱりスターになる要素があって、やっぱり当時はジャニーの社長さんとはやっぱすごい人だったんですかね。ジャニーさんすごいよ。ジャニーさんと俺麻雀もやったことあるんだよ。それはどこでやられたんですか。どこだっけな、まさかジャニーズ事務所の青山のどっかね、ジャンソーだ。ジャンソー、お話を伺ってると芸能界が生き生きしてた時代ですよね。生きてるのバッチリだよ。テレビの多分黄金時代じゃないですかね。だと思う。時代が、ね、もう一家に一台カラーテレビを置き、そしてみんな家族でテレビを見た時代。羽振りもいいし、テレビも人気あったし、高度成長ですよね。そう、日本はね、日本の一撃ですね。今
未だに現役でますますこれねいろんな活動もされてますし、はい、これからもいろんなことされるとお聞きしたんですけど、はい、今後はね、まあ、夢とかやりたいこととかたくさんおありだと思うので、うん、ちょっと教えていただけますか。僕はもう今カーナビズの曲一曲ほとんど覚えて歌ってギター弾き語りではない要するに、だから一人でもギター一本持ってどこでも行って演奏しちゃうっていうスタイルで今やってるんですよ。歌はどうさん、なしですか？曲歌なしで？歌やあり。あ、歌は歌われる。うん。あ、歌全部覚えたんだろう。自分で歌って自分で演奏する。そうそう。で、俺しかいないじゃんだって。もう他のメンバーやらない、もうやれ。じゃあお前がってやるんですか？そうそう。歌さんみんな喜んで。喜んでますよ。長君はね、はい、なんか今度本書くって、うん、そうです。今はもうほとんど出来上がってる状態なんですけど、はいはい、ザ・カーナビーツ物語カーナビービートサウンドにしびれてという、うん、まあちょっと今そういうあのカーナビーツ目線からのそのグループサウンズブームのそういう、うん、どういったもんだったのかっていう GS ブームはあのその昭和のカルチャーとしてどんな立ち位置にあったのかっていうのをカーナビーツ目線で振り返るといった本をあの小川さんの、まあ、あのお話しされたのを、まあ、文章にして今ちょっと本にしてるんですけれども。素晴らしい、ありがとうございます。発売は2021年ぐらい。あ、そうですね、2021年をまあ多分そのくらいになると思うんですけども。なるほど、はい、いや楽しみですよ。ありがとうございます本当に、ね、いやもうあのね、英雄星チャンネルはね、昔の礎を作られた活躍された方の生の声を聞き、それを映像で残します。で、長君はそれを活字で残す、うん、今回はね、音楽を通して全てにね、今度は記憶に残された越川さん、今日はね、ゲストでお呼びして頑張ってる。まだまだちょっと話は聞きたいんですけど、ぜひまたあの次回ね、あの次回は2回もつけるな。あ、やっていただけるんだったらもうバッチリお待ちしておりますんで。それが任せて。ありがとうございます。要するに恩返しだよ。いいことだ。昔の来てくれたファンの人たちにね、恩返しでちょっと今コスカも頑張ってやってんだよっていう。本当に出られた今日は星川さん、ありがとうございます。ありがとうございます。